今、我々は Great Reset の先の世界を描いていかなければなりません。今、我々は Great Reset の先の世界を描いていかなければなりません。今、我々は Great Reset の先の世界を描いていかなければなりません。 今、我々は、グレートリセットの先の世界を描いていかなければなりません。今、我々は、グレートリセットの先の世界を描いていかなければなりません。はい、えー、今回は、ガーシーの一回も国会に来ないというところに対しての、また一つのね、えー、考え方なんですけども、 元日本テレビ官邸キャップで現在は政治ジャーナリストの青山和彦氏が4日の放送でこういうふうな発言をされています。えー、皆さん国会議員何に給料をもらってると思いますか普通に変わったから以外にないんですよ。選挙に通ったら4200万円ぐらい毎年もらえるんですよ。国会で何をしたかは関係ないんです。何をしてもしていなくても関係ないということですよね。で、えー、前提としてですね、 国会に来ないっていうのは目立つだけまだましだと。仕事をしてない議員がたくさんいるということなんですけども、ガーシーはそもそも国会議員になったら日本からではなくて海外から安全なところからね、比較的安全なところから日本の政界、芸能界、放送界の闇を暴くというね、まさに立花隆さんと同じ考えのもと当選してるわけですよ。その ガーシーさんを当選させた国民っていうのが28万8千人いたわけですよねつまり28万8千人はもっと秘密をバラしてくれと隠されてる情報を出してくれというふうに願っているんですよね逆に言うとねほとんどの日本国民は秘密は秘密のままでいいよっていうふうにもうすでに思考回路飛んじゃってるんですよねいろんな隠し事を一部の権力者官僚だけでして私たちは何も知らないまんま暮らされてる例えばね 税金が財源ではないっていことすら私たちはずっと騙されてきたわけですよ日本は借金大国だ一人当たり1000万円の借金が生まれた時から発生してるんだとね国債未来返さないといけない国民の借金です全部これ嘘じゃないですかちゃんと順を追って考えれば国債ってのは通貨発行の証しであり国民にどのぐらいお金が供給されたかっていう記録なんですよねじゃあ国債を 1000兆円全部償還するためには国民から取り上げてプラマイゼロにしなくちゃいけない民間はどうなるかっていうと全員一文なしですよだから国債は償還することが望まれていないんですよね、まあ、そういったこともありますけどもとにかく秘密を暴こうとする例えばね一般会計と特別会計というのがあります特別会計の闇を暴こうとした石井聖輝さんは暗殺されましたそしてプチ・エンジェル事件 こちらを追うジャーナリストも口封じされました死んでしまいましたね、北朝鮮問題もそうですよどうなってるんですか一体こういうふうな国民の知る権利を取り戻そうとしている NHK とガーシーこういった人をなぜねここまで休断するのかそれは暴かれたらやばいという大半の人がそういうエネルギーを働かしているからでしょうね、えー、元財務官僚の経済学者高橋雄一氏は 国会議員で働いいいててるのはは割ぐらいあとと何もしてないと証言本当その通りだと思います一生懸命国会議員が働いていたら私たちの暮らしはここまで追い込まれておりませんガーシーに期待したいと思います岸田岸田総理またやったのか岸田何岸田首相前秘書官の LGBT 差別発言で謝罪不快な 思いをさせてしまった方々にお詫び申し上げる。詫びるんなら金を出せよ。もしくは税金、金を引っ込めろよ。頼むよ、岸田。あとさ、なんつうの不快なことを思わせてしまった方にお詫びを申し上げるっていうんだったら、なんかね、増税も不快なんだよ。謝りを増税してすみませんでしたって。 この国の借金を国民の皆さんに負わせる結果となりました国債は国民の借金ではなくて政府の借金ですでも国民の皆さん払ってね不快だよ謝れよ何やってんだよちょっと記事読むよ岸田首相は6日の政府与党連絡会議で荒井なんとか前勝利秘書官が LGBT や同性婚カップルを差別する発言をしたことについて 不快な思いをさせてしまった方にお詫びを申し上げると述べ、贖罪した。お前も不快だ。お前自体が不快だ。何とかしろ。税金をやめろ。岸だ。岸だ。岸田総理。すまん。岸だ。俺はデマに踊らされた。フラッシュの記事に踊らされた。岸だ。 海外にばらまき18兆円。フィリピンに毎年2000億円。インドに5.5兆円。いろんな話があったけど、これは全部、フラッシュのデマだ。ばらまいたな確かだが、これは海外投資だな。投資というのは、回収を見込んでやるものだ。さらに、この投資は、安倍政権で決まったもので、岸だ。お前に罪はない。すまん。俺は申し訳なかった。本当に心配してたから。 ついつい動画にしてしまった。岸田、よくやった。やるとこやってるじゃないか。見どころあるじゃないか。だから、ロスジェネ対策にも、ちょっと金をばらまいてくれ。まあ、ロスジェネはもう50代だから、投資にはならないかもしれないけども。でも、無敵の人が現れにくくなる。ロスジェネ世代の不満を、このまま放置してると、そのうち大変なことになるかもしれない。だから、 金をばらまいて怒りを抑えてくれロスェネ世代はこの30年本当に報われなかったついにはやる気もなくなったどうしてくれるんだ岸田ここに関しては岸田お前のせいではないかもしれませんがなんとかなんとか慈悲の心を山本太郎さんが言ってくださったようにこの国の国民も岸田お前の息子のように特別扱いをしてほしいんだ頼むぞ岸田 俺は最後までお前を信じている。いや、期待はしている。頼むぞ、岸田。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 おい、岸田。お前何にやついてんだよ。翔太郎。今回はお前だ。岸田翔太郎。何女子大生と早朝4時ラブホテルに消えたまあ別に悪くねえじゃないか、それは。 それは悪くないでしょ、別にこれは。それは、翔太郎くんもね、もうん、小泉慎二郎くんと同じぐらい、イケメンだからね、それはしょうがないよ。朝4時、女子大生とラブホテルに消えたってのは。まあ、翔太郎くんの年だったら、女子高生と消えたって言っても、まあ、気持ちわかるよ。ただ、ちょっと羨ましいから、いいなと思うぐらいだから、もうね、まあま、あ気持ちはわかるよ。でもまあ、こういう記事が出るとさ、ほら、お父さんお母さんバレるじゃん。 何女子大生とラブホテルに消えたって消えたっきり出てこないのやめてよね神隠しみたいな感じでね。誘拐されてたことはないと思うけども、気をつけろよ。パパ活かもしんないぞ、お前、翔太郎お。翔太郎。しかも彼女がいたら、この女子大生誰っていう風に、その彼女に対してやばいよ。うまあでも彼女もね、別れ話しにくいよね。だってね、別れ話したらしたで、あれ 将来の玉の腰捨てちゃったのみたいな感じになるから、多少の浮気は我慢して、翔太郎くんについていくんじゃないのそれは。せいぜい、捨てられないように気をつけないといけないけども。いやでもね、やっぱりこう、翔太郎くんの年には色い々ろいろあるよ、それは。うん、お父さんに暴れたくないよね、お母さんとかにはね。 うんだから今回は、翔太郎叩きっていうよりも、なんか気持ちわかるわって感じで、いや、俺にも同じ立場だったら、女子大生と消えるぐらいするなっていうところでね。まあ今もうこんな年になっちゃってしね、奥さんもいるんで、そういう気持ちはさらさらないけども、いや、これは別に記事にしないであげてほしいな、週刊文集さん。年頃なんだからさ、女子大生とホテルに消えるぐらいいいじゃん。でも早朝4時でしょ 4時からじゃなかなかね、ちょっとこう人踏ん張りしようかなと思ったらもう夜明けだからね。まあこれは素直にラブホテルに消えて、なんかコーヒーでも飲んで寝たんじゃないのそれぞれ。うん。そのぐらいじゃないですかね。うん。朝4時から頑張るこれ。うーん。まあでもこの女子大生さんとね、なんか難しくやっていただければいいんじゃないかなと思いますよ。今回は特に叩くことはありません。まあこれは翔太郎君の年なら、あって当然。いいな。 少子化担当大臣に任命します。それでは。泉。泉健太。立憲民主党の泉健太。お前何やってんだよ。お前どうしちゃったんだよ。むちゃくちゃ心配だよ。な、何立憲泉代表与党と野党の力の差はとても大きい。政権交代が起きないのは日本くらい。だから野党を応援してほしい。<laughs> もう何も言うことなくなったんでしょうね。 まあ与党党とと野のの力の差はとても大きいなんでそうなっちゃったのよお前がくだらないことばっかり言ってるからだろう人差し指立ててる場合じゃないぞマイクに白い布つけてる場合じゃないぞこの万年野党足引っ張りなんだからもダメだよねうん泉さん泉泉ちゃん泉ちゃんダメもう解散